はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信を聞く点ですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょっとね、今日はね、部屋が暑くて顔が赤いんですけども、ね、このままやっていきます。皆さんのコメントからいただいた中でね、ヤスさんは治療を一段落されてますけども、今現在日常生活を送っていく上で不便なことや、まあ、罹患する前とね、大きく違っているところとか困っているところなどね、病気をして治ってはいるけどもマイナスな面などを教えてほしいですというね、リクエストがありましたので、今日はね、それについてと、それのまあきっかけですかね、理由についてね、少しお話ししていきます。僕はね、急性骨髄性白血病になって入院して、無事にまあ治療を終えてね、とりあえずは今のところは一段落してますけども、質問でいただいた通りですけどもね、不便なことも病気をする前と比べて困っているマイナスな面も確かにあります。まずは最初に出てくるのはね、食事ですね。食生活で困ってます。大好きなね、お刺身やユッケなどね、生物やね、漬物といったね、火を通していないものがね、食べれませんし、炙り焼きなどもね、半生なのでね、ダメなんです。しかしね、それぞれはね、火を通せばね、食べれます。漬物のね、塩分を気にしなければね、火を通せば食べれますけどもね、それではね、なんか漬物もそのまま楽しめないんでね。そして日常的に取る動作にもね、困ってます。筋肉も衰えてね、持ててたものが持てなくなったりとかね、十分な距離を歩けなかったりね、しています。そして筋肉が整えてるので、暑さ寒さにもね、弱くなってしまって、夏はね、太陽から身を守るためにね、長袖長ズボンやしね、冬は寒さから守るためにね、こう家の中でもね、アウターを着ることだってあります。他にもね、体がね、すごい硬くなってしまってで、ちょっとしたことでもね、筋肉痛になってしまって、で受けるダメージっていうのもね、すごくてね、回復までに時間がかかるようになりました。でこれはまあ全てね、治療のために行ったね、抗がん剤と骨髄移植の副作用が原因です。まずは抗がん剤なんですけどね、抗がん剤を使う治療をね、化学療法と呼びます。化学療法に用いられる薬剤はね、がんの種類やね、進行度などによってね、これまで受けてきた何回か受けるんですけども、治療などによって異なってきます。主な薬剤としてはね、がん細胞の増殖を抑制する代謝拮抗薬で、がん細胞の DNA を破壊するアルキル化剤で、がん細胞膜を破壊したり、がんの DNA の、ね、合成を、ね、抑える、ね、抗がん性抗生物質で、細胞が分裂するのに、ね、重要な、ね、微小管というものがあるんですけどね、その微小管 の働きを、ね、止めることによって、ね、作用する微小管作用薬で、 DNA と結合することによって、ね、がん細胞の分裂を抑える白金製剤、そして DNA を合成する酵素トポイソメラーゼというのがあるんですけどもね、それの働きを抑えることによって作用するトポイソメラーゼ阻害剤などがあります。このようにたくさんの薬を使う化学療法ではね、活発に増殖する細胞に対して治療効果を及ぼすためにですね、がん細胞だけではなくて、皮膚や腸管、骨髄とかね、毛根とかですよ、毛母細胞もそうなんですけど、そのような細胞などのね、その細胞が分裂したり増殖することで機能を維持している組織やね、器官に副次的に影響が起こります。正常な細胞であってもがん細胞であっても両方ともにね、その影響があるんですよ。でこれをね、薬物有害反応と呼んだりね、がん細胞に対する治療の効果という、主作用に対して、それらを副作用と呼んでいます。で化学療法の影響によってですね、血液細胞が減ったりね、口腔口の中やね、あと胃腸の粘膜の再生がね、起こりにくくなったり、髪の毛やね、この爪が伸びなくなったり、感染しやすくなったり、貧血、吐き気、口内炎、脱毛などの症状が現れたりします。起こり方やね、起こりやすさっていうのはね、その使う抗がん剤の量やね、期間によってね、異なります。種類によってはね、心臓、腎臓などやね、その生殖器に影響が出ることもあります。性別に関係なくですね、不妊の可能性がある時もあるんですよね。で自分は女性ではね、その妊娠の可能性のある時やね、将来的にね、その妊娠出産を希望する時はね、あらかじめ担当医に確認していくことが必要です。で副作用の起こり方にはですね、吐き
経、だるさ、食欲の低下、下痢、手足のしびれなどの、ね、自覚症状、そして肝臓、腎臓、骨髄への影響といった、ね、検査で分かる障害なのか様々です。それぞれ起こる時期も治療期間開始数日以内ですね、まあ、1、2週間後なんですよ。でそれ以降にもね、まあ、1ヶ月以上後にもですね、まあ、起こることなどね、まあ、その抗がん剤の内容によって異なるんです。で化学療法による、ね、副作用に対してはですね、辛い症状を、ね、薬剤で抑えたり、生活上の工夫で、ね、症状を軽くすることができますけども、今でもたまに辛い時があります。で化学療法の、ね、副作用というのは、ね、あの怖いものでね、アレルギー反応も見られるんですよ。抗がん剤の点滴投与直後からね、その皮膚にあの発疹やね、その痒みなどの、ね、症状が出ることもありますしね。でひどい場合にはね、その血圧の低下とかね、不整脈、ね、呼吸困難を、ね、起こすことだってあります。頻度は多くありませんでしたけどもね、まあ、薬を初めて使うときに起こりやすかったりね、で抗がん剤が変わるたびにね、また違う症状がね出ます。化学療法によってね、その血液を作り出す骨髄のね機能がね、あの障害を受けるとですね、白血球やね、赤血球、血小板などがね減少してしまいます。これをね、あの骨髄抑制といってですね、化学療法のね、あの抗がん剤を投与したらね、1、2週間後にね影響が強く出てきます。で白血球のうちにね、特にね感染を防ぐ働きを持つ好中球ってのがあるんですけどね、それが減ることによって細菌やねカビに対するね抵抗力が弱くなって、口の中やねの肺とかね、皮膚とかね、尿路とか腸管とかになどですね、あの感染症を起こしやすくなります。またね、咳や痰が出る、皮膚がただれる、膿がたまる、尿が濁る、下痢があるなどのはっきりした感染の様子がない状態で発熱することもあります。これら副作用っていうのはね、抗がん剤のパワーが消えるとともにこうフェードアウトしていくんですけどもね、骨髄移植をする場合はね、フェードアウトする前にむしろ症状がね、この最高潮に達している状態でね、あの骨髄移植って行われるんですよ。そうすると抗がん剤の副作用がフェードアウトしていたとしても、骨髄移植の副作用もまた同じ症状なので、この抗がん剤でダメージを食らってるままね、あの骨髄移植でさらに追いダメージを食らうので、体はねさらにダメージがねマシマシになっていくんですよ。でその骨髄移植の副作用は、最初の100日間に集中して出る副作用と、で100日以降も出て5年間くらいね、そのどこかのタイミングでね、また大きな症状が出るなどね、恐怖を感じながらね、毎日今過ごしてるんですよ。まあ今ね、長らくことね、その抗がん剤のこととかね話しましたけどね、まあ、入院中にねこのようなことがね体を襲ってきたので、退院してね今で丸2年経ちましたけどもね、未だに体はね完全回復しておりません。なのでね、最初にお話しした通りですね、未だに食生活で困ったりしてます。で生物やね菌による普通の人では何ともない食べ物でも、僕の場合は食中毒のような症状が起こります。ほんで未だに回復していないその筋肉でね体を支えているのでね、でちょっとした運動を続けると、あの疲労がこう蓄積されて蓄積されて、あのこの前の5月の末みたいにね帯状疱疹になってしまったんですよ。まあこのような感じでね、病気をする前から比べるとですね、食べてたものを食べると食中毒を起こしてしまう食生活、できてた動作ができなくて無理をすると筋肉や神経の病気になるという、この2つがね今の僕の困っていることでした。あのだから心筋とかね、カビとかをねから体を守るのもね、今でもその薬をね飲んでますしね。だからまあ僕はね、入院中ってね、最初に発症してから10ヶ月間の入院やったんですよ。でその10ヶ月間のうち、最後に抗がん剤したのが8月やから、5回抗がん剤したんですよね。でそこから8月に骨髄移植をしたので、5ヶ月間体を痛めつけてで治っていく前に、むしろその最高潮にね体が壊れている時に骨髄移植をして、細胞がもうもらったわけやから、そのもらった細胞に頑張ってもらいながら、壊れた細胞を治してもらいながら、がん細胞をやっつけてもらっているというところなんですよ。でそれが今でも続いているってことです。それはまあ時間は経ってるんで、あのそれなりに回復はしてきて元気がなってるんですよ。だから退院してこうやってね元気に喋れてるんでね。でもまあね、それこそあの今頑張ってくれてるんですけども、まあ、時折ね、あのいろんな症状が見られるんでね、で最近またね、恐ろしいことが起こったんでね、それはまた明日お話しします。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。